ございます。ございます。刻んでおはよう。ダッシュでおはよう。ということで、まあ後ろにもあるんですけど、カミス中央公園の方に来ております。こちらなんと茨城県です。ちょっと歩きましょうか。はい。こちらの方でイベントが今日あって、それに参加するんですけれども、30メートルダッシュはあれ以来じゃないですか。モリリンダッシュ。辛い経験をしたんで僕は。モモリンダッシュ時の武田はいないです。そうだね。でもあれから比べたら本当にめっちゃ強くなったよね。行きましょう。はい。今からちょっと打ち合わせをしてイベントの方始まっていく形になります。イベント楽しんでいきます。一番楽しまないやつのトーンだね。作られた楽しみますのやつでしょ。いや、たほんで楽しみ。僕も楽しみます。確かに。ダッシュで行こうぜ。ダッシュでございます。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。んー、コマネチということで、中の方に入ってまいりました。はい。広い。広いですし、何より見てください皆さん、神対応作ってくれたんだね。神津防災アリーナで行われるスピード王は俺だということで、さっきも軽く説明させていただいたんですけれども、 30m のイベント、はい、今回我々ゲストということで呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう、ありがとうございます。参加するにはゲストだろうなんだろうが、もう優勝のみですから。見るものは、そうですね、 TKD が優勝を狙っていただいて、で俺もワンチャン TKD に勝てると思ってやりますんで、今日マジよ、マジ。イメージはメッシ。はい、ということで、いろいろ言いたいことありますけれども、はい、いろいろちょっと突っ込みたいところはありますけれども、もう今回それはノータッチということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうそろ会場の方に今日参加されるたくさん来ると思いますので、楽しんでいきたいなと思います。はい、では行きましょう。ダッシュで行こうぜ。よー、ゴッ。着差負けぐらい。ゴッ。いいよいいよいいよ。よー。よーいゴッ。よーゴッ。短い距離で加速する、なんかいい方法というかアドバイスあります？全力。もうシンプルね。やっぱり 100m とかだとできれば50から60ぐらいにトップスピード持ってきたいんですよ。できればね。そうです、そうです。これは30しかないので、はい、そうだよね。できるだけ早く加速距離を持ってきたわけ。なるほど。全力。なるほど。そう考えるとやっぱりサッカーとか野球の盗塁のイメージ、ね、そうそう。だから 100m っていう概念全部ぶっ放して、ああなるほど、もう全力出してください。でも一個だけ忘れちゃいけないのは、うん、リラックス。なるほど。そうです、皆さん忘れてました。これ初戦です、僕の今回の。今シーズン初戦。室内陸上みたいな。室内陸上のカミスバージョン。ボッボッ。皆さん、はい、楽屋があります。来たね。なんか偉くなったな。これってだってあれ芸能人のやつでしか見たことないよ。綺麗に持って帰ります。これを綺麗に持って帰ります。これはね、嬉しいんで。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。お、こんにちは。皆さん、ぜひよろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。30メートルの速い走りの時は耳を澄まして声を聞くことです。大丈夫ですか？お父さん、お母さん、ぜひお子さんによろしくお伝えください。よーい。いけ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 。負けた俺。最後は筋肉が勝つっすよ。はい、ありがとうございます。第3名、武田修平の DKT プロジェクト。さあ、3名スタート。やばい、早い、やばい、早い。地元の方とこうやって一緒に走れるって幸せだよね。種目は何するの？種目は、長距離やって。はい、長距離選手です。お前長距離選手に勝って俺どうやってんの？でも長距離どのぐらいなんですか？3分59。めっちゃ早い。ありがとうございます。
準決勝第1組が終わりとなります。さあ、吉木さんは何位になったんでしょうか。誰にも勝てないじゃん。どういうあれなんですか、ちなみに。これはなんか決勝行ったら罰ゲームって感じで。決勝行ったら罰ゲーム。そうです。どういうゲーム。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。え、決勝になって。決勝じゃないですか。負けてるってことか。あ、タイムレースで手抜いたんですか。いや、ガチです。確かに負けてる可能性大いにあります。全然負けてる。いいのかな、走って。いや、もし俺が勝っても彼らが優勝です。タイムレース準決勝。タイムレース準決勝だったんだね。で、やったらタイム順では3位。3位なのかな。さあ、それでは3連よろしくお願いします。すいません、敗北者です。せっかく僕ちょっと1年いただいたので、ちゃんとしっかり走っていきたいと思います。ありがとうございます。長い戦いだったぜ。長い一日だったんですけど、充実しててすごく楽しかったです。なんかね、めちゃくちゃ楽しそうだった。普通にね、楽しかった。何よりなんか本当に TKD が優勝するんじゃないかっていうワクワクがすごくて、まさかの準決勝で敗退しちゃって。その点については申し訳ない。お情けで。お情けで決勝走らせてもらって。まあでもそれでね、1位にはなったんでね。まあまあまあ完成をしてもらうと 30m なんで、体育館、まあもちろん走るには変わりないんですけど、僕たちがいつもやってる走りとはちょっと違う要素が入ってくるんじゃないかなっていう思ってて、でも走るには変わりないんで、逆に言えばこういう大会って誰にでもチャンスあるなと思ってて、なのですごいいい大会だなと思ってて、みんながフラットに戦いやすい大会。やっぱ走るのって楽しいんだ思わないと、やっぱりね、陸上ってこう入っていけませんから。いや、おっしゃる通り。それをなんか知れる大会でもあるし、やっぱりこう全体見てて思ったのが、やっぱ走り終わったとみんなすげえ笑顔、いいことだなってすごい思います、僕は。そうですね、まあ、今回第1回ということで、はい、ちょっとゲストとして参加させていただいたんですけれども、第2回が決定してるみたいです。この1年僕たちがしっかり頑張っていれば、呼ばれるかもしれません、また来年ね。今回 YouTube で告知とかも何もしてなかったので、今回 YouTube 視聴者の皆さんには初めて知っていただいたものだと思うので、ぜひ茨城に住んでるとか来やすいですよって方いらっしゃれば、枠はすごい広いですので、みんな参加できると思いますし、僕もいろんな視聴者の方と戦いたいですし、何より次にこういう大会あると TKD プロジェクト動画あるあるでレベルが上がってますよ。 50m の測定会議で、 50m で言えば6秒3で優勝できたのが5秒9じゃないと優勝できないみたいな。そういうインフレが起きてくんで、それに近いものになっていけばいいんじゃないかなと思いました。霞防災アリーナの方々、応援の方々、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです、はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。そのバーンって何なの。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、